森浦大輔の全力プレーを見ろ。ドラフト2位森浦大輔投手、技巧派左腕の全力プレーに注目です。プロ野球選手でファンの人にたくさん見てもらえると思うんで、全力でやっているところを見てもらえたらなと思います。改めてですけど、この全力プレーを意識するようになったきっかけって何かあるんですか？お気に入って打たれたりしたら全力で投げるときよりも悔しいんで、しっかり全力で投げて打たれたらしっかり反省してっていうのを繰り返して上手くなっていきたいなと思います。